やっせぷてぷ、韓国人들은왜눈치를못채는걸까今日の動画タイトル、韓国人はなぜ日本人のふりをするのか今日はこれについて話したいと思います。たまにインターネットを見てみると、韓国人たちが日本人のふりをする状況をよく見かけます。 おそらく、韓国人より、日本の方々によって、そういう韓国人たちは、よく見かけられると思います。外国に観光したり、外国で住んでいる韓国人が、外国人の前で、堂々と、I'm Japanese と嘘をつく、見たことがあると思います。本人が、純粋な韓国人であるにもかかわらず、本人が、 日本人だと紹介したり、日本語ができない場合は、日韓ハーフといたり、外国人たちは、あまりにも堂々とした嘘に、そうですか、とすぐに騙されます。どの国の外国人も、堂々と国籍まで嘘をつくのは、想像しにくいからです。このような韓国人の姿を、最も多く見られるところは、YouTube、または、 韓国の新聞記事ですが、韓国人たちは新聞記事ではまた、米国人に変身します。日本とマサチを生じた記事では、本人がまるでアメリカ人のように、各爆弾2冊では不十分だった。次は東京だ。こんなコメントを簡単に見ることができます。韓国人という自分の姿を、 アメリカ人にも投影する韓国人。しかし、海外に出てからは、日本人に見えることを望む韓国人。愛国心。この人たちは、どんな国にも負けないと、自信を持っているが、機会があるたびに、とても簡単に、韓国人のアイデンティティを忘れる韓国人たち。一体彼らの心理は何だろうか。また、 こういうのを言うと、い護、一部の韓国人たちをシチティビがまた一般化しますね。こんなこと出るのを十分わかりますが、私がどんなことを言っても、いつも一部と言われますので、そんな考えに価値はないと思います。結果から言えば、韓国は根本がない国だからです。本当の歴史を教えません。そのため、 知事妻が合いません。言葉では幸せが溢れた朝鮮時代なのに、実際に本人の核の戦場が誰なのかも知らずに、特に自慢できる伝統文化もありません。だから今出ている文化について、病的に執着しているのではないか。外国人たちが少しでも本人たちが確保した文化に関心を持ってくれれば、優れた売りの文化だと、 もう一度、韓国内でも注目を集めるが、海外の人々が関心を持ってくれなければ、自国内でもすぐ捨てられます。戦場について話しますと、ほとんどの韓国人は多分四代目まで上がったら、本人の過去の戦場が誰なのか全然知らないはずです。自分のおじさんに、あなたのおじさんが誰なのか聞いても、誰かわからないのです。 それもそうなるわけが、約100年前の朝鮮時代までは、朝鮮人のほとんどが何もない奴隷だったからです。もちろん、家に刑事がある韓国人もいます。しかし、果たしてそれが本当の自分の刑事でしょうか本人の先祖が奴隷である確率が80%以上です。韓国人はそれを知らないだけです。 やャスぷてぃ韓国人들은왜눈치를못채는걸까私が先ほど、韓国は根本がないからだと言いながら、本当の歴史を教えないと言いましたが、国の根本は歴史です。しかし、韓国で教える歴史はファンタジーなので、根本がないのと同じなのです。このような根本のない点は、結局、 民族性にも影響を与えます。そして、韓国人の中でも、韓国人の民族性に大きな欠陥があるということを知っている人もいます。ただ、韓国人同士は、タブー視されているだけです。なので、自分で考えられない人は、ずっと知らずに生きているのです。誰が教えてくれても信じないのです。過去の城を見ろ。 日本は韓国を集奪しなかった。日本からの被害は妄想だ。なぜ韓国人は自分で考えることができないのか。韓国人の仕事には問題がある。まるで工場で大量生産されたロボットみたい。こんなことを言われても考えをしないということです。だからもう遅いのです。私が言ったことがあります。 韓国は韓国人同士でお互いがお互いを騙す社会だと。言っても信じないことを知っているから話したら本人だけが悪口を言われるので言わないのです。しかし生きてみると自然に日本という国のイメージがこれまで韓国内で教育を受けたイメージと正反対のイメージだということをわかります。 こんなことをしたところ、どうなるか。一般的であれば、いずれかの事実を認め、一方が嘘だったのを認めます。そしてほとんどは、本人が感じたことを事実と認識します。誰が何と言っても、本人が直接感じたことだから。しかし、韓国人たちは、二つの内容を全て持っていこうとします。 韓国が教える日本のイメージも正しいし、本人が感じる日本のイメージも正しい。つまり、国が教える内容が間違ったと思いません。だからこそ、状況によって、日本人にもなるし、アメリカ人にもなるし、韓国人にもなるんです。最近は似たような方法で、韓国人たち同士で、こういう嘘が多いですが、 普段は相手の考えを歪曲させようとするときよく使われます。例えばネットで私も新日だけどという意味は私は反日だという意味であり私も右派だけどという意味は私は左派だという意味であり私も会社員だけどという意味は私は会社員ではない という意味であり、私も日本に住んだことはあるけどという意味は、私は日本に旅行経験があるという意味です。韓国人は嘘が得意というのを韓国人同士では既にしています。日本は悪いけど、日本のイメージを奪いたがる韓国人。韓国人が好きですかそれは、 まだ韓国人を知らないか、自分自身を騙しているのです。朝鮮半島の人々の認識には、過去から今まで価値がないです。<laughs> 그럼の늘영상은よ기서しまい하겠습니다。